はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日はね、10月の13日で、はい、このね、猫を保護してちょうどね1ヶ月になります。で、朝ちょうどね、その日はね、おじさんの一周忌で、ちょっと出かけるところだったんですけどね、朝、車をねちょっと移動しようと思って表に出たら、この猫がねにゃごにゃごな泣いてて、あれどうしちゃったんだろうと思ってたらね、誰かが捨ててったみたいですね。うちの石像、石蔵のね前にね。で、2匹いたんですが、1匹はもう死んでました。で、この子だけがね、生きてたんで、とりあえずね、もうしょうがないんで、その日はね、10時からかな、法事行かなくてはいけないんで、しょうがないんで、コンテナの中へ入れてったのかな、逃げられないようにね。で、何を食べさせていいかわかんないんで、しょうがないんで、とりあえず小さなトレーに牛乳入れて飲むかなと思ってたんですが、飲んでくれませんでした。まあ、しょうがないんでね、とりあえずはまあそんなことで、カゴの中に入れて、おじさんのね、一周忌に行ってきまして、それからね、いろいろ、牛乳飲ませたり、哺乳瓶、自分がね、この子猫から生まれたばかりの猫を育てるって経験ないんでね、果たしてこういう、ある程度歩けるようになった猫、何を食べるのかなっていうのが全く分からなくてね、まあいろいろ牛乳飲ませたり、ちょうどね、9月なんで、まだちょっと暑い時期だったんでね、しょうがないんで、とりあえず水飲ませないといけないんでね、水を飲まして、まあ哺乳瓶なんかも買ってきていろいろやってみたんだけど、結局まあね、キャットフード、あのカリカリ硬いやつを食べることが分かりましてね、水もトレーからね勝手に飲むっていうのが分かりましてね、非常に後育てるの楽でした。まあそんなんでね、ちょっと大きさは毎日見てるんでね、よく分かんないんだけどね、まあ一回り大きくなったのかなーなんてね思ってます。でも最近ね、かなり慣れてきて、もうこういうふうにねちょっと抱っこできるようになったんですけどね、まあ一応名前はまだつけてません。まあとりあえず、餌だけやってね、あとは自由に外で遊ばしてます。で、夜もね家の中には入れません。で、家に入れるときは必ずねお風呂を入れて、きれいにねの飲みとかそういうのを洗ってやってからお風呂を入れてるようにしてます。もう最近1週間以上この猫は家の中には入っておりません。表でねただご飯食べてるだけです。で、オスメスどっちだろうねっていうことで、最初ねオスかなーなんていう話してたんですが、ちょうどねこの尻尾の付け根あたりに、黒いね、こう星みたいなのがあって、点ですかあって、なんか それがね、たまたまちゃんの袋のように見えたんで、この子はオスだろうっていうことでね、暫定オスっていうことで、何回か前の動画に上げたんですが、ちょっとよく見るとそのおちんちんの袋の尻尾 よりですね上側にちょっと小さい穴があります。肛門と袋の間にね小さい穴があと1個あるんで、これもしかするとメスかもしれませんね。で、ちょっとねお腹もう触ってみると乳首のようなものが、あるんでね、もしかするとメスかもしれないですね。まだちょっと分かんないんでね、この辺にねちょっと引っかかるものがあるんで、乳首みたいんでね。ただ人間もね、男の男性の方もね乳首あるんで、猫はどうなんだろう、オスも乳首あるんじゃないかなと思うんだけどね、ちょっとその辺がよくわかんないんだけど、
まあね、決定的に違うのはね、たまたまがあるかどうかなんでね。うちの今飼ってる白い方の猫はね、最初メスだろうと思ってたのがね、そのうち後ろ足の間にね、ちょっと立派なものが出てきて、あ、なんだこの子オスだったなんてのがあるんでね。まあとりあえず今のところまあどっちともね言えないんだよね。でもなんかよく見ると女の子っぽいんだよね、メスっぽいんだよね。まあどっちでもいいんですけど、元気に育ってくれればね。はい、そんなところを思っております。でね、最近ね、今これな納屋の下屋で、動画撮ってるんですが、新たにこの下屋に黒い子猫がね2匹住み着きました。で、今のところね、人を警戒してあまり近くまで寄れないんですが、たけし農場がね、自分がね、餌を置いておくと勝手にね、餌を食べてるんで、多分住み着いてくれるのかなと思っております。今誰か来たな。まあそういうことでね、ちょっと来ちゃいましたので一旦動画を中断します。よいしょ。はい、前回ね動画が途中で終わってしまったんですが、今ね画面の中央に映ってるのが今回保護した猫です。で、今ね灯油のポリタンクです。あの下の赤いのはね、灯油のポリタンクの上に乗って寝てますけど、おいおい、なんでそんなところによりによって寝てんだよって感じでね。まあね、日中はもう表で飼ってます。で、基本的に迷い込んできて1週間ぐらいは部屋の中に入れてたんですけどね、やはり子猫なんでじっとしてないんで、部屋の中入れときますと部屋の中のものぐちゃぐちゃにされちゃうんでねちょっとそれ勘弁なんで、表出しましたら、やはりね、自由にできるんでね、表のがいいみたいですね。で、夜になるとちょっと寄ってくるんですが、まあ別に基本表で、出しちゃってもね特に問題ないんで、最近はね、中に入れてません。家の中には入れてません。で、基本的にね家の中に入れる時は、お風呂に入れてね、きれいに飲みとかゴミ、特にゴミですね、どこでも構わず歩いてますんでね、かなり汚れてます。なもんですから、一度ね、お風呂入れてきれいに洗ってから家の中に入れてます。それと、前回ね、途中で、言えなくなっちゃったんですが、最近黒い猫がね2匹うちに迷い込んできてます。で、これよりも小さい子猫ですね、が迷い込んできてます。で、キャットフードね、ドライフードを食べるんで、まあ、この猫たちとはまた別の器でね入れて、納屋のね、部屋の中へ入れておきますと、いつの間にか、餌がなくなってますんでね、この黒い子猫2匹も、うちの餌を食べてるようです。まあね、縁あって、まあ、うちへ来たんでね、まあ追い出すようなことはしないです。基本的にかわいそうなんでね。で、まだ子猫でね、自分で餌取るってわけにもいかないでしょうし、まあ、うちで住み着いてもらえると助かります。で、ただね、うちもね、ただ餌食べてメリットがないかっていうと、そういうわけでもないんですよ。っていうのはね、まず農機具なんですが、コンバインとかトラクターとか、田植え機とか、そういうもの、ネズミが入りますと、配線を食べちゃうんですよ。あと乾燥機なんかもね、配線を食べちゃって、シーズンになってエンジンかけようとすると、その配線が食いちぎられてね、うんともすんとも言わないなんてね。乾燥機は2回やられましたね、2回修理に出してます。配線食べられちゃって。で、やはりね、猫が納屋をねうろうろしてますと、ネズミの害も少ないんでね、まあ、猫がいることによって役には立ってくれてるんでね、
まあ、お互いにウィンウィンということでね、まあ、うちに住み着いた猫に対してはとりあえず出てけ宣言はやってません。ただオス猫が来るんですよ。やはり猫ってね、縄張りがあるらしくて、そのちょっと強いオス猫が来ますと、追い払われちゃってね、うちの猫が餌を食べられないという状況になった時はね、ちょっとオス猫を追い払ってうちの猫を優先的に餌が食べられるようにしてます。だからもしかするとね、私が目離した時に、そのね、よそのオス猫に餌を食べられてるっていう可能性はあるんですがね、まあそれはそれでしょうがないよね。まあ極力自分の家の猫が優先的に餌を食べるようには食べられるようにはしていますが、 100% うまくいってるかどうかっていうのは分かんないです。あとカラスなんかも食べてるんでねカラスは食べるなよおめえらよって感じするんですけどね。今いるね、白い猫の前の、まあ初代猫の副社長ですね、がうちに迷い込んできた時はね、結構猫用の餌をやってたんですが、外でね食べさせてるんで、最初はね猫を食べてるのを確認して、それから現場離れるんですが、いつの間にかカラスにね、子猫なんで追い払われちゃって、カラスが猫の餌を食べてるっていうのがね何回かあったんですけどね。最近はね、白い猫もね、大きくなってきましたんで、カラスに餌を横取りされるってことはなかったんですが、まあ子猫ですとねちょっと危ないよね。そういうこともあるんで、まあね、最近こう住み着いた黒い猫、子猫が2匹いるんですけど、なかなか動画撮れないんですけどね、なるべく、カラスにね横取りされないように納屋の奥の方とかね、意外に狭いところ入るのカラス嫌がるんで、羽が広がらないような狭いところに餌を置いて、カラスに横取りはされないようにはしてます。まあそんなことでね、たけし農場が保護した子猫、一月目の様子でした。毎日見てるとね大きくなったってのは分かんないんですけど、かなり贅肉はついてきましたね。たけし農場の家に迷い込んできた時は、まあ、かなり痩せてたんですが、かなりふっくらはしてきました。で一月経ってるんでね、多分一回り大きくもなってると思います。まあね、これからね、長生きしてほしいなとは思ってます。でオスですとね、ある程度大きく なるとねどっか行っちゃうんですけどね、まあこの子がメスならばはある程度自分の家に定着してくれるのかなと思ってます。まあ出てっちゃえば出てっちゃうでね、しょうがないんでね、まあ自分の寿命を全うしてくれればいいんでね、まあ自然に生きていければ一番、これが一番猫にとっては幸せなのかなと思ってます。動画なんかですとね、保護猫をね、まあ、家の中で飼ってる動画多いんですが、基本たけし農場は、保護した猫でも家の中には入れません。表で飼っております。ただね、今映ってる猫がメスでね、子供でも産む場合はちょっと家の中に入れてあげないとね、いろんな天敵いますんでね、そういうのに襲われて、死んじゃうのもかわいそうなんで、まあ、子育て中は家の中に入れてあげてもいいのかななんて思っております。はい、そういうことでね、保護猫1ヶ月目の様子でした。お付き合いありがとうございました。